皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。今日は沼津市にあります東洋高校さんの一日体験入学のお知らせをします。東洋高校さん、人気のある学校で定員を増やしました。定員を300名から350名に今年から増やしています。この2月の倍率ですけれど、これは 2.87 倍でした。さて、一日体験入学の日時ですけれど、8月の26日の土曜日と27日の日曜日、これ2回行います。受付は8時15分から、体験入学は9時から12時までの予定になっています。内容はまずコースの説明、学校紹介、入試に関する説明、それから授業体験、個別相談、施設や部活の見学、ミニコンサートなどがあります。申し込みは東洋高校さんのホームページの方からしてくださいとのことです。こちらのチラシを持っている方、ここに QR コードがあるので、この QR コードからも申し込みができます。今日も最後まで見ていただき、どうもありがとうございました。今回は東洋高校さんの一日体験入学のお知らせをしました。ではまたお会いしましょう。さようなら。